どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2022年になりましたので ANA のクレジットカード解説一般カード編ということで、今回ね動画やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 ANA のクレジットカードの中で今回は一般カードに限定してですね、解説ねやっていきたいなというふうに思っておりますので、 ANA のクレジットカードを利用してですね、またね年会費を安く済ませたい方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。またですね、今後ですねゴールド編、プラチナカード編、番外編ということで ANA のクレジットカードの解説ねやっていきたいなというふうに思っておりますので、そちらもですね楽しみにしておいていただければなと思います。それではまずね、 ANA のクレジットカードなんですけども、たくさんのね種類がありまして、よくわからないなっていう方もね多いかなと思いますので、私の表でねちょっと表の方を作らせていただきました。まあ上からですね、 ANA カード、マスターカード、 JCB カード、アメックスカード、 ANA スイカ、ニモカ、 JCB ソラチカカード、 ANA 東急クラブ級カード、 ANA カードゼロっていった形になります。こちらはですね、 ANA の一般カードって呼ばれてるね中に入るクレジットカードという風になっておりまして、まずね一番気になる部分の年会費に関してなんですけども、アメリカンエクスプレスのクレジットカードだけ年会費がね初年度から7000円プラス税金がねかかるクレジットカードっていう風になっておりまして、それ以外のクレジットカードはですね、基本的に初年度無料で2年目以降は2000円プラス税金のねクレジットカードっていう風になります。でアメックス以外のねクレジットカードはリボ払いのね併用すると年会費のね割引が受けられる制度がねありまして、ちょっと表にはね入れなかったんですけども、リボ払いをね併用すると1000円以下でね保有することができます。でこちらの表のね一番下の ANA カードゼロだけですね、入会ボーナスもなくて継続ボーナス1000マイルがねもらえないクレジットカードっていう風になっておりまして、それ以外のクレジットカードはですね、入会するだけで1000マイル、またねクレジットカードの更新するとね1000マイルがもらえるっていう風になるわけなんですけども、この ANA カードゼロだけですね年会費が無料っていう風になっておりますので、入会ボーナスも継続ボーナスもですねもらえないっていった形になるんですよね。でですね、年会費はまあ初年度ね年会費無料で2年目以降2000円プラス税金のクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、 ANA のクレジットカードね発行するにあたってですね、ご自身だけでクレジットカードを保有されるのか、またね家族カードを発行するのかどうかによってですね、選ぶカードねちょっと限定されるんですよね。というのも ANA スイカカードっていうねクレジットカードがね真ん中ぐらいにあると思うんですけども、このクレジットカードだけですね家族カードはないんですよね。ですのでもし家族カードがね欲しいっていう方はですね、 ANA ビザスイカカードはですね選択肢から外れるかなっていうところですかね。で次にですね、 ANA マイルの還元率についてなんですけども、基本はですねこちら ANA マイルの還元率っていうところをね見ていただくと、全体的に 0.5% から 1% ってね記載があると思うんですけども、 ANA のねビザマスターのクレジットカードは三井住友カードが発行していて、 JCB のカードは JCB が発行してるんですよね。でアメリカンエクスプレスのクレジットカードはアメリカンエクスプレスがね発行してるっていう風になっておりまして、国際ブランドがねビザマスターの場合はですね 0.5% 還元であれば V ポイントをですね ANA マイルに移行するのが無料っていう風になっておりまして、 1% 還元に上げるとですねこの V ポイントを ANA マイルに移行するのにですね年間ね6000円プラス税金のね手数料がかかるようになってるんですよね。で JCB の場合もほとんど一緒で 0.5% 還元であればですね移行手数料がかからないっていう風になってるんですけども、 1% のね還元率に上げるとですね ANA マイルに移行するのにですね年間5000円プラス税金がかかるっていう風になってるんですよね。ですので ANA ビザマスター JCB に関しては 0.5% 還元で良ければ移行手数料がかからないっていう風になっておりまして、 1% 還元に上げたいのであれば移行手数料がかかるっていう風になってるんですよね。まあこの部分に関してはですね、まあ個人的にはね 1% 取っていた方がいいかなと思うんですけども、ここにお金をかけたくないっていう人はですね 0.5% 還元で移行手数料払わないっていうねこともできるっていった形になります。でアメリカンエクスプレスのクレジットカードに関してはですね、
基本還元率として 1% はね取れるっていう風になるわけなんですけども、 ANA マイルに移行するにはですね6000円プラス税金がねかかるっていう風になっておりますんで、まあどのクレジットカードをね利用したとしてもですね、基本的に貯まるポイントからANA マイルに交換するのにね手数料がまあ5000円から6000円ねかかるっていった形になるんですよね。まあ 0.5% 還元と 1% 還元なんで、まあ 1% であれば100円決済で1マイル、もしくは 0.5% 還元だったら100円で 0.5 マイルっていう風になりますんで、まあ先ほども言いました通り、個人的にはですね100円でね1マイルはね取っといた方がねいいのかなという風に思いますので、まあこれはですね単位がねまあ1万円とかね10万円100万円っていった形で利用金額がね高くなっていくと、この 1% が 0.5% 還元ってすごい変わってきますので、まあ年間のね決済額とかによってねまあ検討してもねいいかなと思うんですけども、まあ個人的にはね 1% はね取っといた方がねいいのかなと思うんですけども、まあ ANA のね一般カードに関しては移行手数料がねかかってきてしまう部分もありますので、まあこの点はね検討していただければなっていうふうに思うんですよね。でビザ、マスター、アメックスの場合は6000円がかかるっていう風になっておりまして、JCB はね、1000円安くて5000円プラス税金でね、移行することができるんですよね。まあここでね、JCB を選ぶっていうのもね、手だと思いますけども、まあ JCB のね、国際ブランドは、まあ日本国内でね、まあクレジットカードが使えるところであれば、まあ使えるところが多いかなと思うんですけども、海外だとね、ちょっと使えないところが多いので、まあこの点はね、注意が必要かなっていう風に思います。それでは次にですね、こちらの表の ANA マイル最大還元率の部分ですね。ANA、ビザ、マスターの場合はですね、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードは、ANA マイルの最大還元率は 1.3% 還元っていう風になります。ですので、100円で 1.3 マイルが貯まるっていう感じですね。で、ANA、JCB 一般カードの場合は、最大還元率は 1.06% という風になっておりまして、ANA、JCB、ソラチカカードが 1.54% ということで、こういった感じでですね、分かれているっていう風になるんですよね。で、その他アメックスはね、最大還元率も 1% っていう風になりますんで、まあ還元率自体でね、一番いいのは、まあ、ソラチカカードはね、一番還元率がいいって言った形になります。で、まずですね、三井住友カードの 1.3% 還元なんですけども、三井住友カードの場合はですね、マイペースリボっていうね、サービスがありまして、こちらね、利用すると獲得できるポイントが2倍になるんですよね。ですのでリボ払いのですね金額を1万円に設定していただいてクレジットカードを利用していきますよね。まあ月でね決済集めたら月1万円なんて全然超えると思うんですけども、1万円に設定しておりますんで1万円以上ね利用した部分に手数料がかかってきますよね。で三井住友カードの場合はですね、支払いがね、確定するとメールが来るんですよね。で、そこで臨時増額っていうのを行っていただいて、リボ払いで超えた分、まあ要は1万円で設定してますんで、1万円よりね、超えた分ですね、こちらを臨時増額っていった形で支払うんですよね。そうすることによって、リボ払いになる分をね、1000円ぐらいまで下げてですね、手数料できるだけ払わないようにして、ポイントだけ2倍でゲットするみたいな、まあそういった方法をね、利用すると、こちらね、最大還元率の 1.3% 還元をね、利用することができるっていった形になるんですよね。まあこちらはですね、結構ね、ハードル高いかなっていうふうに思うんですけども、まあやられてる方ね、かなり多いので、まあやってしまえばですね、昔はね、私もやっていましたので、もう本当に慣れればね、そんなに難しいことはね、一切ないんですけども、注意点としてはですね、この臨時増額を忘れてしまうっていうことと、またですね、リボ払いを使うということで、リボ払いはリボ払いなんですよね。ですので、今後ね、ローンとか通らなくなる可能性がね、かなり大きいので、今後ね、家を買う予定があったりですね、車を買う予定があるとかね、まあそういった時にね、ローンを利用するっていうね、方はですね、絶対に利用しないようにね、していただきたいなと思うんですけども、三井住友カードの場合はですね、こういった方法を使うと、1.3% までですね、ANA マイル還元率を上げることが
できるっていった形になるんですよね。それでは次に ANA JCB 一般カードの方ですね。まず JCB にはですね、スターメンバーっていうね、前年の利用額に応じて翌年にねボーナスポイントがもらえる制度があるんですよね。で、前年100万円を利用すると翌年ね 0.06% ね上乗せされるっていう風になりますんで、 ANA JCB 一般カードの最大還元率はですね 1.06% っていう風になるんですよね。で、次にですね、 ANA JCB ソラチカカードっていうねクレジットカードがあるんですけども、こちらはですね最大還元率をね誇っているんですけども、最大ね 1.54% ということでかなりすごいですよね。で、先ほどのですねJCB のスターメンバー100万円を利用すると 0.6% 還元が取れるんですよね。で、またこのもらえるポイントっていうのは置き時ボーナスポイントでもらえるっていう風になりますんで、交換ルートをですね置き時ボーナスポイントから東急メトロポイントで ANA マイルっていうね交換していただくとレートがね 1.5 倍に上がるっていう風になりますんで、このルートでね交換していただきます。またですね JCB にはですねスマリボっていうねサービスがありまして、こちら JCB のリボ払い制度なんですけども、こちらを利用していただくと 0.3%のボーナスポイントがね付与されるっていう風になりますんで、こちらもね先ほどと同様東急ポイント ANA マイルっていうねルートで交換していただくと 1.5 倍になるっていう風になりますんで、これを合わせるとですね通常還元率 1% に加えて最大 1.54% っていう風になるんですよね。一見ねすごいね還元率が高いようにね見えるんですけども、ちょっとねこの JCB のスマリボっていうのはですね三井住友カードとは違って、初月からね金利がかかってくるリボ払いのシステムっていう風になっておりまして、リボ払いのね手数料をね少なくするっていうのは非常に手間なんですよね。で、簡単な方法とかもねブログとかで出ているんですけども、実際に私がね実践してできているわけではないので個人的にはねお勧めしておりません。ですので、まあ今後ね実際にやってお勧めできるようであればですね、またね動画作りたいなっていう風に思っておりますんで、このねソラチカカードの 1.54% っていうのはちょっとねそんな簡単に手を出さない方がねいいのかなっていうふうに思います。非常にね還元率は高くて、またね一般カードで 1.54% ってやっぱりねかなりすごい還元率っていうふうになりますんで、ちょっとね実際に私がねやってみますんで、それまでね簡単に手をね出さないようにしといていただければなと思います。それでは次にですね、ANA の航空券ね、決済するときのポイントに関してなんですけども、 ANA カードをね保有して ANA の飛行機ね乗る機会が非常に多くて、その決済でねマイルを貯められたい方はですね、個人的にはね ANA アメックスのね一般カードがおすすめていた形になります。まあ7000と移行手数料6000かかるということで、結構ね初年度からお金はかかってしまうんですけども、他のねクレジットカードだとだいたいね航空券決済すると100円で 1.5 マイルしかたまらないんですけども、 ANA アメックスのね一般カードであれば100円でね 2.5 マイルがねたまるクレジットカードっていう風になっておりますんで、こちらね結構おすすめのポイントだなと思います。またね ANA アメックスの一般カードは入会キャンペーンね今強化されておりまして、ちょっとね動画概要欄と上の方にね見えるようにしておきますけども、入会キャンペーンもね強化されておりまして、短期間にですね決済集められる方はですね一気にねマイル貯めることができるっていう風になっておりますんで、こちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、今後ね SFC 修行を検討されている方はですね、一般カードはねおすすめなのかっていう話なんですけども、個人的にはね全然一般カードでもねいいのかなと思います。なんですけども ANA アメックスのクレジットカードと交通系のクレジットカードですね、スイカとかニモカとかソラチカ ANA 東急とかそこら辺のクレジットカードですね、ここら辺のクレジットカードはですねスーパーフライヤーズカードにね変更することができないっていう風になっておりますんで、 ANA のビザカード JCB カードマスターカードこの3枚であればですねスーパーフライヤーズカードにね変更することがねできるっていう風になっておりますんで、もしね今後 SFC 使用されたい方で一般カードでねやりたいっていう方はですね、この3枚からね選んどいた方がいいのかなと思います。で、表の方にね記載している通りですね、以前ねデスクに確認した時は審査なしでねスーパーフライヤーズカードにね変更できますよっていう話でしたので、一応ねこの回答入れておいたんですけども、これね
ちょっとね微妙なところもありまして、あの ANA のビザ、マスター、JCB カードってこちら年会費2000円のクレジットカードで、でスーパーフライヤーズカードになると一気に年会費がねあの1万円ぐらいまで上がるんですよね。で中身はですね、 ANA のクレジットカードには ANA ワイドカードっていうクレジットカードがあるんですよね。それの中身とこの ANA スーパーフライヤーズカードの中身って一緒なんですよね。ですんでこれね、デスクの方、まあ、一応あの審査なしでね切り替えできるっていう回答はもらったんですけども、これ勘違いされてるんじゃないのかなっていうふうに思う部分もありますんで、ここはね一応私が聞いた時のデスクの回答では審査なしで一般カードからスーパーフライヤーズカードね移行できま、あの交換できますっていう話だったんですけども、まあここはね話半分ぐらいにね聞いといていただければなと思います。ということで今回ですね、 ANA のクレジットカード解説一般カード編ということで動画ね撮らせていただきましたけども、まあ結構ねいろんな方にどのクレジットカードがいいですかって聞かれるんですけども、 ANA の一般カードに関してはほとんどが一緒ですあの ANA アメックスカードだけちょっとこのクレジットカードだけねあの一般カードに入れていいのか、ゴールドカードは別にあるから一応これじゃあゴールドじゃないのかみたいな、結構 ANA アメックスカードって微妙なラインなんですよ。このカードだけ初年度から7000円の年会費がかかって、で移行手数料に年間6000プラス税金がかかって、あとねメンバーシップリワードプラスっていうのに登録しないと ANA マイルに交換できないと思うんですけども、費用はね結構かかるんですけども、このクレジットカードはですね、あのね、実は一般カードじゃないって言うと難しいんですけども、空港のラウンジあるじゃないですか。基本的に他のクレジットカードって一般カードなんで、ラウンジ使えないんですよ、クレジットカードラウンジって。ですけども、この ANA アメックスのカードだけ、これね、ラウンジ使えるんですよ、同伴1名まで。ですので、これもね、難しいところですよね。また、ポイント有効期限ね、他のクレジットカードは全部ね2年間っていう制限があるんですけども、 ANA アメックスカードだけポイント無期限でね利用することができるんですよね。ですのでずーっと貯めて一気に交換するみたいな、そういったことがこの ANA アメックスカードだけねできるっていう風になりますんで、このクレジットカードだけちょっと特殊っていう感じですかね。ですのでまあずーっと貯めて一気にマイルに交換して利用したいみたいな人は ANA アメックスカードをね選ぶのもいいんじゃないかなと思います。そんなところですかね。まあご自身がまあどういった感じでねやっていきたいかによってね結構変わるかなと思いますので、ぜひね参考にしてみていただければなと思います。もしねなんか質問等々があればですね、ガンガンコメントいただければね、わかることに関してはね回答させていただきますので、ぜひね質問ある方はねコメント残しておいていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。